どうも、エルザレットです。それでは、フラッドオブライトやっていきたいと思います。で、前回、断念した、ところだったんですが、ちょっと一回頭冷やしてきたので、やりたいと思います。で、思ったんだけど、もしかしたらこっち先にした方がいいのかなと。さっきこっちに固執してたんでね。なので、こっち行けるように考えようかなと思います。で、気になったのが、赤をここにつけた瞬間進むんですよね。なんで、なんかこう、うまいことこれを使ったりとかして、これとこの操作をうまくすれば、もしかしたら早く切り替えできるのかなと思ったんで、ちょっと思ったイメージを試したいなと思います。で、多分、これ自体は、これでいいと思うんですよ。で、これがね、多分1個余るはずなんで、さあ、ちょっと雨の音が切ない感じもしますが、ねえ、で、多分2つぐらい使っていいと思うんだよ。で、問題は、これなんだけど、これ一旦保留にしてしまおうと思って、戻るときにこれ回収して、これを一瞬で通して戻そうかなと思っててね。そしたら、これ回収した、ミドレンジを回収したら戻れるはずなんで、ちょっと試してみたいと思います。そしたら、両方保有できるんじゃないかと。これでいいわけよね。ねえ、ここ4つあるんで、ここいけるんですよ。なんで、これ一回預けて多分いけるはず。結構頭冷やしてきたんでね。頑張ります。で、2、3、4で、やっぱこっちだね。こっちだったみたいね。で、これをね、これ青とオレンジくっつければ OK なんで、もうこれで、いけるんじゃないかなと。ああ、やっぱちょっと休んで冷静に考えるの大事だね。これでもういけるもんね。いや、よかったよかった。マジ？マジでさ。逆にしようって発想なかったらもう終わりだもんね。ただ、これをしようっていう、これに綺麗に届けるっていうのは、これで OK なだけだね。いやー、いけたー。お、たどり着いた。最後ランク A。いやー、よかったー。君は話せれないね。てか、ちょうど最後あたりだったんだね。いやー、よかった、マジで疲れた。じゃあオフになってるんだけど、どういうこと。話しましょう。やっと来てくれたんですねと。ご覧の通り、ここは、星々の端だと輝きのプラットフォームです。ギボーン都市が都市になった前に存在した特殊エリアです。ほう。私はここの管理ロボットです。このプラットフォームと土地の子を守ることは私の使命。で、使命で、まさか、っていうわけでもないよね。特にポチッとするものもない気はするんだけど、
ほう。んで？んで？んで？待てよ、ここでなんか変なエラーとかじゃないよね。はいはい。使命だね、うん。うん。どういうことだ？オンにならないんだけど、これはなんだマジでなんだこれは。はい、はい、そうですね。あ、ここで急に話が進んだね。昔この町いらっしゃいましたと。あ、なんかやっと話が進んだ感じか。戦闘者たち、町のすべてのロボットに拳銃66とコードを出したということだね。おう、走るエネルギーが線路に沿って土地の川を送られた。土地の川溢れるほどエネルギーを貯めたと。過剰なエネルギーを放出せねばならない。こんならしゃあなたが稲本であった時に自ら起こしたものである以上、あなたの手によりとねねばならない。都市の川の力を借りて、源のあるし全てのパワーを解き放ちなさい。ああ、本当にもう器っていう感じだったんだね。クリアちょっと待って、クリアはクリアでいいんだけどさ、いや、クリアはクリアでいいんだけどさ、え、ちょっと待って、そんなさっぱりする？え、マジでそんなエンディングさっぱりマジか、そんなさっぱりとは思わなかったよ。そうか、じゃあちょっとこっち行ってみましょう待って、あんなにエンディングさっぱりしてるとは思わなかった、びっくりやわ。いや、マジでマジちょっと待って、あんだけ頑張ったのにエンディングあれか。切ないなぁ。はい、あ、なるほど。ね、戻ってこれ取って1、2、3、あ、やっぱそうなんだね、ここ
前した時あの水位が高くなってて行けなかったのよ、ここの下まで。で切り返しをして、あーやっぱ水位が全部クリアした後下がるんだね。いやでもさ、ここもま、ああいいかいいか、ここ明かりついてるもんね。いやーどう？感想。ゴールしたのにあっさりすぎてちょっと。いやーちょっとびっくりだわ。いやーほんとびっくりした。まあまあでもなんかスタッフロールとか特にないってことは一人でしてた作ったんだろうね、制作者はね。考えるとまあまあそういうエンディングかっていう感じの、お？ねえ、それ考えたらアンダーテイルとかってすごいよね。はとかこの3つ多分持っていかないとダメだね。よし、ちょっとすっぽ抜けされた感はあるが、ここがつけばここが開くって感じなんだろうね。ていうかこれ多分下に行くよね、どう見ても。うん、って考えると、使えないね、上に上がっていくやつは。X 使えないかってなると、あ、しかもこれ横行けないしね、ここどうにかしないといけないわけだ。でも多分、あ、届かないね。
行ける方法なくないか。もしかしてこれなんか他に行くための条件がある？うん、やっぱ届かないもんね、ここに関してはね。で、降りれないと。あ、わかった。なんか動いた。いや、あの冬、灯籠の力なしでちょっと。多分これで。はあ、上自体行かせませんよっていう感じなんだね。で、そう、あの動いたのが全く見えてなかったね。さ、これで。ただ、これ取ってしまうと大変な。ことになるんで、一回下に戻ってか。さあ、まだまだ話は続きそうですね。あ、意外と根気よくやるって大事なんだね。あ、ここを残しとかないといけないっていう追われ方になるのかな。とりあえず進んだことは進んだが、また違う謎が増えた感じだね。いやー、むずい。終わりかーと思ったら次から次に来るね。さあ、こうで。まあまあまあ、ちょっと別の方法を試しましょう。行って、さらに、まあ多分ここはね、これで間違いはないと思うんだよ。問題はこっからよ。
多分なんだっけと、ああ逆の方がいいか、はいはい、こうこうだね。で、これ取ってすれば電気が通り、ああ、うん、ここが間違ってたんだ。ああなるほどね。でその角一本もらえないの。マジか、これもあれだ、ダメだね。ここから下ろして、うん、あとちょいだ、あとちょい。そっかーし、最後の爪は甘かったなー。まあでもほんと一つずつこういうの試さないと正解がわかんないね。あれ戻したさっきのができないからね。そして君を回収して、ああ、何回目かな。これを機にパズルしなくなったら、あのこれが原因と思ってください。行けなかったのが、あ、逆、これ取るじゃない。で、ここで置いたのが悪いんだよね。だからやることとしては本当は。こうだよ。で、まあここ一気に2つでもいいんだろうけど、1つまた1つでこれが必要なわけね。そう、これでいけるはず。ほいっと。で、で、これも回収できるわけよね。いやー、マジやっといけた。ここの扉は何だったのかね。完全な飾りっぽいけどね。うわー、まためんどくさい感じが、まためんどくさい感じが残るな。そして相変わらず X は使えないと。はい。リフトか。降りて光の柱ができるわけだよね。あ、上からじゃないとダメ。
回収。さすがに降りれないか。さあライトつけて、ここら辺もなんか後で使うんだろうな。そう、これでにこっちを2つ起動して通れますと。で、取ります。でも、もう一度ちょっと上行きたいな。どっちみちこれつけないといけないからね。ってなってくると、回収、これも回収だね。で、これがね、これ気になってるの、これ何が動いてんだろうと思ってね。そういうことか。上はあれ、そういう使い方か。あれ取れねえもんな。あ、結局足りずになった。ああ、でもさっきの僕がここに乗って一緒に上がればいいだけの話か。あ、また一手間。いやー、でも雨、こういう雨の音はなんだろうね、あんまりイライラはしないね。なんか落ち着くからね。雨の音いいよね。考えると雨の音がモチーフになったゲームもあるし、それもちょっとしたいね。したくなってくるね。もういいや、これで。おい。あ、そうか、ダメ。あ、非常にしくった感があるね、今ね。そもそもこの水位が今何メートルなのかも全然分かってないからね。取れないわけよね。この地点で3つあるとこういけるわけか。まあ、一周はしないといけない感じっぽいね。
で、エスカレーターというか、エレベーター用に一歩欲しいから。こうして、で、3つになると。1、2、3の。あと1つ欲しいけどね、できれば。上げて、下ろして、回収の、ポンと。うんうん、これで OK、これで OK。さあさあ、さっきよりかペースはいいね、上がってきたね。もうね、気持ち的には今日これ終わらせたいなっていうのがちょっとあって、もう隠しをやってしまったからね。ここもクリアして、ちょっと来週ね、次回新しいのもやりたいのがあるんでね。2本ほどなんでね、ちょっとね、今日意地でもクリアしたかったんだよね。点検中、温度が低下中と。新年の計画なんてありませんよ。はいはい、ああなんとなくもう分かった。こうして、これだとこれだから、こうだね。ねえ、まあ普通にそんな難しく考えなくてよかった感じか。いや、いや意外とだったな。甘く見たらこんなことになったか。ここにもう一つ青があるってことか。痛いけどな。あー、はいはい、なるほど。こうして、これ手前でいいんだ。まあでもこの冬のクリスマスの時期のまんまの絵って見ると、どうしても僕はディビジョンを思い出してしまうのよね。
そっか、そうなるか。いや、楽な方を取ろう。こうしてしまえば、そう、1200。海面まだ1200か。でもなんかもうちょいな感じするよね、雰囲気的にね。とりあえず、あ、ちょっと待った、これ通り？動きますか、動いちゃうか。となるとこれがいらないから、ここは絶対後々いるのよね。こうこうこうね。でここを3つが欲しいから、とりあえずじゃあいや、意外と難しいな。ダウンちゃん、リズムみたいな感じで考えてしまった。とりあえずこれ取ってこうこうで、とりあえずこうだね。いや、あー、なるほどしか言ってねえな。多分だが、これ多分行って戻ってくるときにここに合わせんじゃねえかと。でこれで、いや、これでまだ3つでしょ。で1、2、3、襟からこうこうこうだこうだ、よしよし。のトントンと、さあオープン。
明けましておめでとうございます。いや、うん、まだ暮れなんだけどね。まあもともと PC 版とかで出てたらしいからね、先にね。うん、おせっかい名って言いたそうになったけど、新年、あーやっぱね、中国っていうかそっちの方のゲームだからね。100メリークリスマス。はい、あのめちゃくちゃ早いメリークリスマスもらった感じですね。さあ、ニューイヤーということで、もしかしたら追加コンテンツも今クリアしちゃった感じかな。うん、そんな感じだね。よしよし、クリアクリア、無事。このスペシャル消えゆく年の歳月、これもクリアと。いやー、よかった、無事全部クリアできたね。いやー、明けましておめでとうございます。ほんとね、いろんな意味で明けましたね。まあ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 、っていうことで、フラッド・オブ・ライトは、これにて、完結と。いやー、編集が早送り多いだろうな。まあまあ、でも、なんとかクリアできましたんでね。まあ、今日は意外とスパラより長かったな。まあ、ということで、まあ、平日のこんな遅い中、ご付き合いいただきありがとうございました。そうですね、今回フラッド・オブ・ライト、インディーのゲーム、インディーズのゲームなんで、まあ、スイッチをされてる方は、200円ぐらいで今買えるんじゃないかなと思います。はい。まあまあ、で、次回は、またちょっと、月曜日は、ランダム配信枠ということで、新しいのを予定してますので、そちらの方も楽しみにお待ちしてください。ジャンルは、今後はホラー系でいこうかなと思ってますので、来週の月曜日の配信は、ホラーを新しくやりたいと思いますので、楽しみにしておいてください。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは、また別のゲームで会いましょう。ほんじゃあ、まただ。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら、高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。